ガルシア、フォロー押し、西川からジェンスピーラー、パスを回してシュート決まりました。ガルシアが持ち込んで、ここはしっかりと決めてきました。本田がぴったりマークについている。これはうまいターン、そしてシュート自ら持ち込んで決めました。残り1分を切っています。マッキントッシュ、山下から西川へ、ジェスフィーラー逆サイドに振って岸田、決まりました。岸田の3。一方の佐賀、この第2クォーター最初に岸田が、マッキントッシュ一旦外に開いて、チェスフィーラーがドリブルで持ち込む、フローターシュート、チェスフィーラーのシュート、ゴードンから本田、そして大塚、さあディフェンスをかわしてガルシア持ち込んでレイアップ、大塚持ち込む、ここはそうかとしては、ここのディフェンスしっかり攻撃につなげたいところ。さあ三原がスリーを打ってきました。ここはよく決めました。あと小笠原がカット、そしてそのボールを運んでガルシアレイアップ、悠々と決めました。さあ残り、さあ今後半第3クォーターが始まりました。ここはガルシア、ガルシア、ここは2人がかりで止めに入る福岡。一方のパスを展開して、ここはチェイス・フィーラーのダンク。佐賀、しかしここはガルシア、佐賀ボールになります。ガルシア、ここは福岡、しかしここは上段、盛り上がります福岡のホーム飯塚第一体育館。さあ佐賀、しかしここはマッキントッシュ、ここはボールを中に戻して、佐賀、西川から開いて岸田、決まりました。山下からチェスティーラーへ、フックショット決まりました。ここはうまくカットした、岸田がそのまま持ち込んでシュート、マッキントッシュ、マッキントッシュ空いたところ自らドライブして決めてきました。点差6点、マッキントッシュここも来ました。ガルシアが中のパイプボール一旦開いて、西川のスリー、サバのポゼッション、西川がここはいいシュート決めました。
ガルシアが持ち込む。ゆっくりとボールを展開します。ドリブルをしながら右左見て、そして中に持ち込もうというところ、笛が鳴った。